ズマイレブン1,2,3 遠藤守る伝説。どうもこんにちは、こんばんは、岩です。稲妻イレブン今回から実況していきたいと思います。はい、でこの稲妻イレブンは 1,2,3 遠藤守る伝説に入っている稲妻イレブンです。はい、まあ、早速じゃあ名前をつけていこう。いいで、安定の名前はいいでいきましょう。決定。この作品はフィクションです。実際の人物、団体、事件などには一切関係ありません。ゲーム中に登場する必殺技や特訓は架空のものです。危険ですので真似しないでください。まあ、ゴッドハンドもまあ必殺技なんで、まあ、真似しないでくださいとのことです。はい、はい、やろうぜ練習。いや始まったね、懐かしいね。すごい、クリマツの声がまだ違うね。相変わらずジャージのチャックはでかいですね、ライモン中ので。遠藤くんとあれだね、一番最初の稲妻イレブン DS の方とでは遠藤くん顔違うんだよね。ワン、こんなイケメンじゃないんだよ確か。練習すか。おー壁山。ああ試合に備えてさ。遠藤さん、この人数で試合なんかできるんですか。今何人いるんだ。染岡、松林、壁山、宍戸しか見えないけど、あと半田ぐらいかな、いるのは。どう遠藤と。サッカー部だからってサッカーだけをやんなきゃいけないって理屈はないでやんしょ。じゃあもうお前家帰れ、クリマツ。そうそう、ビデオ見ようぜ。おいおい、サッカーしようよ、サッカー。でも、お前らだってさ、サッカー好きだろ。いや遠藤がかわいそすぎる。遠藤泣いちゃうよマジで、そんな冷たくしてたら。遠藤のやつ何一人で熱くなってるんだ。いやお前らの対応がひどすぎるんだよ、無視って。悪いもんでも食べたんすかね。それお前だろ亀山君。練習って言ってもサッカー部がグラウンドを使えるかわからないし、もうすぐ廃部って噂もあるしな。染岡焦ってもどうしようもないって。染岡お前顔どうした。それ何それ、顔のど真ん中誰かにパンチされたような、顔がへこんでるみたいだぞその顔。よし始まった。やっぱりこのままじゃダメだ、とにかく俺一人でも練習を始めなきゃ。今日くらいはグラウンドが空いてるといいんだけどな。とりあえず様子を見に行ってみるか。グラウンドに行って練習開始だ。ということで、いやはいはい、あそうそう、お何サッカー部に光って光ってる床なんかあった。やべ見てねえわマジで。はいはいはい、まあ、この辺を、ああなんだ回復サイトのことね。なんだびっくりした、なんかアイテムかなんかもらえるのかと思ったわ。あメガネかけるんじゃん。いやメガネかけるんじゃん、俺メガネかけるん好きじゃないんだよ。ちょっとちょっとそんなに急いでどこ行くのさ。僕がこの学園での生活のコツを教えてあげるから、まあ聞いていきなよ。いやメガネね、メガネはあれ兄弟なんだよね。メガネかけるとメガネカズとかいるんだよな。まずは B ボタンの使い方ね。 B ボタンを押しながら移動すると速く走れちゃうのさ。遅刻しちゃうって時にこれが頼りになるんだよね。あとは X ボタンでメニューを開くとセーブってあるでしょ。それは今までの学校の生活を記録することができるんだ。ちょっと一休みしたい時にはこれを使うのさ。どうだい、ありがたい話だったろ。これからは僕を見たら挨拶を忘れないようにね。またアドバイスしてやるからさ。いやうぜえけど、まあ、セーブはしていこうと。セーブし終わったところでグラウンドに行って練習。誰かよ、あーまだサッカーゴールがない。誰、あグラウンド誰も使ってないマジで。よーし、おグラウンド空いてるかな。でも誰もサッカーゴールがねえな、まだライモン中に。よかった今日は空いてるみたいだ。久しぶりにまともな練習ができるかもしれないな。おゼマル来た。よーエンド、相変わらず練習頑張ってるな。風丸、ランニングの途中か。いいよな、陸上部にはいっぱい新入生が入ったみたいで、そ
そうだよな、風丸は最初陸上部だったんだよな。ああ、でも最近は1年にもすごいやつが多くてぼやぼやしていられないぜ。それにしても今日も一人なのか。俺でよければ久しぶりにパスの相手になってやるぜ。本当か？助かるよ。ありがとう風丸。おいおい何やってんだ、誰？こいつら、こいつら敵だろ。勝又、陸上部とサッカー部が一緒に練習なんて珍しいこともあるもんだ。仕方ねえだろ、サッカー部は真面目に練習する部員なんていねえんだ。一人じゃサッカーできないから他の部のやつに遊んでもらってるってわけだ。ガハハハハ。なんだと、一人でだって練習はできるんだぞ。俺にはじいちゃんのスゴ技特訓ノートがあるんだ。これには一人で練習だっていっぱい載ってるんだからな、一人でできるか。ははこいつ、あ違う、ははこいつ一人で何言ってんだ。いいからさっさと解けよ。どかないならこうしてやるぜ。あじゃあ暴力は良くないよ勝又。あ何すんだ、ボール返せよ。ボールが欲しけりゃ取り返してみろ弱小サッカー部。なんだと、よくも言ったな。本当に弱いかどうか勝負してみるかよ。え風丸覚醒した、これスーパー風丸になったんじゃないこれ。お前らちょっとやりすぎだぜ遠藤。こいつらと勝負するなら俺も力を貸すぜ。風丸先輩、遠藤さん、俺たちもお手伝いしますよ。悪いなお前たち。よしこっちも4人で行くぜ、勝負だ。始まった。いいね BGM が。ラグビー部なのかよお前ら。相手チームからボールを奪い OK。 操作ガイド、タッチペンをそれに刺して相手選手を動かすんだ。相手選手は動かさないね、選手を動かすんだ。敵選手の相手にまれ、あパスカット。俺そんな高度な技術は持ってないよ。よいしょ、じゃあまず遠藤くんに取っていこう。ちょっと待って、タッチペンがうまく反応しない。よし反応した。お、コマンド選択 OKOK。 じゃあこれ宮坂のスライディングで取ってもらおうかな。え宮坂そこ取ってよ、なんかめっちゃ、ちょっと待って言い訳させて。すげえタッチペンが効かないんだけど。いや、遠藤くんも、遠藤くん取れないんじゃ、これ終わりじゃね、これ終わりじゃねえか、ちょっと。どうしようかな。いや、ちょ、ゼマル、ちょ、待って、待って、もう、ちょっと、この、ボールが取れないっていうさ、ちょっと待って、ちょっとタッチペン変えてくるわ。よし、タッチペン変えてきた、スライディング。これで治るといいんだけど、いや、取っちゃうのかよ、せっかくタッチペン変えてきたのに。まあ、ナイス、遠藤くん。バトル勝利。ラグビー部に勝ったよ。で、おレベルアップした、やったね、レベル2。マップ移動は RPG パートではタッチペンもしくは十字ボタン、スライドパッドのどれでも操作することができます。タッチペンを使って移動するには下画面のどっかをタッチしてタッチペンを、あなるほどなるほど、離す調べる、これをもう飛ばしていこうかな。でまとめと、お早くなるで、上手くなってくださいね。だってよ、上手くなってやるよ。ふん、弱い者いじめも飽きちまったぜ。今日は俺たちラグビー部がここを使うことになってんだ。いい加減どきやがれ。一人でやるサッカーなんて聞いたことねえぜ。オンボロ部室に帰って部員たちと遊んでな。クソ、言わせておけば。落ち着けよエンド。どうやらあいつらがグラウンドを予約してるのは本当みたいだ。悔しいがこれ以上騒ぐと俺たちが不利になるだけだぞ。エンド君、誰だ。あ、木の脇。風丸くんの言う通りだよ。ここで何かあったらまたグランドが使いにくくなっちゃう。おっと、マネージャーさんの登場かよ。いいね、弱っちくても可愛い女の子が守ってくれて。とにかくでさっさと出ていきな、練習の邪魔なんだよ。くそラグビー部め、後でお返ししに行ってやるからな。大丈夫遠藤くん。すまない遠藤、俺たちもう練習に戻らないと。ああ付き合わせて悪かったな風丸。元気出せよ遠藤。ああもうやべえ、風丸いいやつすぎて泣けてくるわ。やっぱり一人じゃなかなかグラウンドは使えないな。結局今日も場所がないや。仕方ない、グラウンドの周りでランニングでもしてくるか。遠藤君、そんな顔するなよ。みんながやる気を出せばグラウンドだって使えるようになるさ。そしたらこのノートを練習してみんなで一緒に強くなるんだ。そして憧れのフットボールフロンティアの全国大会に出場する。おー誰も知らないな、この中で誰一人知らねえな。フットボールフロンティアで優勝して全国ナンバーワンになる、それが俺の夢なんだ遠藤くん。うん、その夢絶対に叶えようね。ああじゃあ俺ちょっと走ってくるよ。ほうランニングと。
じきた。大丈夫？おい、なんだあいつ。ねえ、あの人もしかしたら豪円寺って人かも。あ、もう、なんで昨日は知ってるんだ、豪円寺のこと。豪円寺？確か、フットボールフロンティアに出てた有名な選手だと思うんだけど。だから知ってるのか。すごいストライカーだったって。ここにいるってことは、もしかしてこの学校に転校してきたのかな。本当か？じゃあ、サッカー部に入るかな。いや、遠藤君、それはちょっとな、考えすぎじゃないのか。それはまだわからないけど、もしかしたらそうなのかも。そりゃすごいや、フットボールフロンティアの選手か。どんなサッカーをするんだろうな。なんだか楽しそうだね、遠藤君。ああ、早速サッカー部に誘わなきゃな。ちょっと追いかけてくるよ。おーい、遠藤。なんか全然俺実況できてなくない今のところ。大丈夫？あんたじゃないか。どうしたんだ？来たよ、レプリカフィディオ。フィディオのレプリカが登場したよ、ここで。ユカイ先生が呼んでるぞ。みんな部室に集合しろって。大事な発表があるんだってさ。お前そのさ、その真正面向いてるハンダと遠藤と上で話してるハンダの髪の色違くねえか？おい、なんか茶髪じゃねえか、遠藤と話してる方のハンダは。いきなりそんなことになるんだ。そうだよね。とにかく一度部室に戻ってみましょうか。サッカー部室に集合だ。やべ、遠藤たちの話聞いてないでずっと BGM でリズム刻んでた。ビート刻んでたわ今。トゥントゥクなってたわ。ここでじゃあいいよ、サッカー部室に戻るか。サッカー部室に旗が。あ、あの、何かご用ですか。はっ、なんでもないわ。汚いブスだと思って見ていただけよ。ライモン夏美か。あ、ここで初めて出てくるんだね。今のは誰だあいつ。知らないの遠藤くん。今のは生徒会長のライモン夏美さん。理事長の娘さんよ。学園の経営まで任されてるっていう噂だけど、そんな人がサッカー部に一体何の用事だったのかな。気になるけど、冬海先生の話が先だよね。早く部室に入りましょう。オッケー。こういう時はやっぱ部室の裏とかになんかあるもんなんだよ。あれ、あれ、なんかあれ。こういう時は部室の裏とかになんか。不愉快な話なんてどうせまた部室の掃除をしろだとかろくな話じゃないさ。おっと、来たぜ。おー、来たね不愉快。なんか頭になんか乗ってんな。よろしい、全員集まってるようですね。それでは皆さんにお知らせがあります。突然ですが、1週間後に久しぶりの練習試合をすることになりました。一体どこがうちなんかと練習試合しようって言うでやんす。相手は帝国学園です。どうです、すごいでしょう。帝国？それって最強と言われる帝国学園のことでやんすか。おー、もうこのシルエットだけでわかるわ。五条さんのオーラの違いな、これ。もう見てる人わかるだろ、これ。五条さんどこにいるか。一番怖えよ。この40年ずっと全国大会で優勝しているあの。うちは今7人しか部員がいないんですよ。帝国となんて試合になりませんって。部員が足りないのなら試合までに集めておけばいいでしょう。もしこの試合に勝てなければサッカー部は廃部になることが決まりましたから。廃部？これは校長と理事長お二人が決定されたことなのです。グラウンドを使えるように頼んでおきましたから、きちんと整備しておいてくださいよ。今のまま帝国の選手を迎えては飛んだ恥さらしですからね。それでは話は以上ですので。だ、もう足引っ掛けろ。エンド、足引っ掛けよ。そこはもう頭こっちにしてやろうよ。どうするでやんす。これは面倒なことになってきたでやんすよ。ついに廃部か。いつかこうなるとは思ってたけど。何言ってるんだ、廃部になんかさせやしない。せっかくグランドが使えるんだ。メンバーを集めて練習して帝国をあっと言わせてやろうぜ。まったく、おめでたいやつだな。今さら部員なんて集まるわけないだろ。そうでやんすよ、キャプテン。まだわからないでやんすか。そんな、久しぶりの試合なんだぞ。みんな嬉しくないのかよ。恥をかくのがわかっているのに、嬉しいわけがないだろ。おい、もう、染岡、ただのもう怖い人じゃん。なあ、もう顔怖いし、言ってること怖いし、もう、怖い人じゃん。おい、何も始まってないうちから諦めるなよ。試合に勝つか負けるなんて、やってみなきゃわからないだろ。足りない部員はたったの4人だ。俺は絶対に部員を集めて帝国と試合してみせるぞ。
そうだ、高円寺、今こそあいつを探して仲間にする時だ。こうしちゃいられないぞ、昨日ついてきてくれ。分かったわ、遠藤くん。なるほど、ここで遠藤くんを仲間に。遠藤くんは仲間じゃねえ。お、お。第一章、帝国が来た。帝国が来た、いいね。高円寺くんも来たのかな。あ、とは言ったものの、あいつどこに行ったのかな。まだ校内にいるといいんだけど、高円寺くんを見た人がいないか、とにかく周りの人に聞いてみましょう。あ、それと遠藤くん、ブログって知ってる？なんだそれ。携帯でやる日記みたいなものなんだけど、他の人もそれを見たりできるんだよ。へえ、最近はいろいろあるんだな。もう遠藤おじさんみたいだな。な、おじいちゃんだね、おじさんでは。試しに今から書くから見ててね。あ、これのことなんだ、ブログって。なんかピコピコ鳴ってたような気がするけど。これがブログを更新しましたって合図なの。遠藤くんもたまには覗いてみて。チームのこととかいろいろ書いておくから。ブログはコマンドメニューの情報からいつでも呼び出せるから。何をしたらいいか迷ったらブログを開いてみてね。それじゃあ遠藤くん、高円寺くんを探しに行きましょう。みんなの話を聞いて高円寺を探し出そうということで。はい、ではね、今回はここまでにして、次回じゃあ高円寺くんを探して一緒に鬼ごっこやらないかと。ちょっと友達いないんで鬼ごっこやらないかと。行ってみましょうか。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントぜひぜひよろしくお願いします。バイバイ。